本当に何プリンクみたいな感じなんですけど、とかザイチェンさんポップコーンありがとう、ヤナジンさんお疲れありがとう、いっぱいマツさんハート、とかザイチェンさん、うん花束、ハヤトさんピカピカ、ジュンさん結婚して契約違反できません、マツさんハート、うんありがとう、ハヤトさんありがとう、カッコアンプさんお疲れありがとう、マツさん、とかザイチェンさん、ルパン八世さんお疲れありがとう、マツさんハートありがとう、ゆずここくんさんピカピカ、リアさんハートありがとう、走ったからちょっと疲れちゃいましたわ、こんばんは、走ったね、急いだから疲れましたよ、松さん結婚して契約違反できません、田中人ピカピカありがとう、声聞こえる、でもスマホ変えたから聞こえるかさすがに、ふう、ただいまです、ただいまです、こんばんは、こんばんは、こんばんはです、なんか今日見てね、まつげバチバチでね、これを見せたかった、僕はでもなんかもうボロボロになってきちゃった、ゆいさん、ゆいさんありがとう、さいちゃんさんありがとう、あ、中原ゆいさんのお話会申し込んでありがとうございます、こんばん、え、そうヤフーニュースさん、なんかびっくりした、クロちゃんさんのやつ、そう今日クロちゃんさんとデカミさん、デカミちゃんさんにお会いした、デカミちゃんさんにね、ご結婚おめでとうございますって言った、そうなんかデカミちゃんさんのあの結婚相手の方が山梨県出身なんだって、そうちょっと盛り上がった、ミヤヒーさん、高澤愛ちゃんさん、うーん高野さんありがとう、ルースさん、うまちゃんさんありがとうそうで話しました、クロちゃんさんもね、なんかめっちゃクロちゃんさんってあのいい人なんですよ実は実はやばいけど、そうでクロちゃんさんが、うん、そう終わった後にねめっちゃ優しい言葉が来てくれて、 STI さん、イッチーさん、うんありがとう、スカザイチャイさん、トモカズさんありがとう、そうじゃ営業妨害しちゃって本当ごめんなさいって感じなんだけど、そうめちゃくちゃ優しい方ですよクロちゃんさん、こんばんは、よいしょ、声がよかった、今マスクしておきちょっと遠いかなって思ったんだけど、よかったですよ、お客さんハートありがとう、今日ね髪の毛を巻いてもらったんですよ、めっちゃうちのマカロンみたいで可愛い、犬ワンコ、ワンコですかみたいな、トイプードルみたいで可愛い、お疲れみんな、いやなんかもう本当に今ちょっと急ぎすぎて息切れが止まらない、落ち着いて自分、こんばんくまさん、愛してありがとう、ちょっと今アルバムのねお話し会が受付中なので見てください、ちょっともうね今なんかもう疲労がすごくて、詳しくはというか、あの明日話そうかなって思ってます、くまさん、すーさんありがとう、そう私は外派の人間なのでよろしくお願いします、ミヤティさんお疲れ、くまさんハートありがとう、なのでちょっと詳しくは明日って感じで、明日ちゃんとお話いろいろしたいなって思ってますって感じです、いちごさん、なんだこれポップありがとう、そうなんかゴールデンウィークのイベントがあるみたい、ショールームなんかお肉もらえる、違うな、なんか果物もらえるみたいなTKG、 TGC やね、え幕張申し込んだ、ありがとう、ピカピカ、イッチーさんハートありがとう、ニャンコさんかわいい、ありがとう、ありがとうございます、そうなんかゴルダル王、めっちゃリコチさんのイメージがある、ゴルダルっていう言葉があるみたいなんだけど、でもゴールデンウィークはねちょっとあのお台場のねやつがあったりとかして、あんまり忙しいからそんなすごい参加しようっていう感じではないっていうことを表明しとこうかな、お話か大阪申し込んだ、ありがとう、あ、棚ない申し込んだ、ありがとう、そう X に今ピン止め固定してるんだけど、その画像作ってね載せたので、よかったらあのお待ちしております、お話し会、あのねおすすめ日を星のマークつけといたので、あの完売したいです、お願いします、アロハで参上する、ほんとそう、あとサイン会とかもあって、リアルお話し会のねあれで、あ危ない危ない、サイン会とかもあるので、ぜひ頑張って完売したいですね、ビキネさん疲れありがとう、なんかもう疲れたって感じ、そうデカミちゃんさんに本当に会いたくって、会えて嬉しかった、そう写真も撮っていただいて今度載せます、嬉しい、
パネルでしか見たことない。そう、あの浴衣もあったりとかいろいろお話し会あるのでお願いします。こんばんは。なのでちょっとお話し会をね販売させたいですね。やっはー。でもねアルバムはやっぱり普通の CD よりちょっとお高いからあれだよね、ちょっと難しい部分もあるけど頑張りたいと思います。そう、今日はね8時から、アベマさんのでやってる ST43 研究生の番組の ST43 の1億人バズレンドの最終回のね1時間生放送してきました。あ、分かりお話し会とツーショット当選してたよ、追加するね。おー、ありがとう、たくさん待ってます。のぶさんハートありがとう。いちごちゃんどの会場に申し込みするの？全部あのそっち側じゃないのよ。今日はねあってですね最終回をねしてきました。終わってしまった、悲しい。みんないつまで見れるんだろう、わかんない。じゃあ私も後で見よ。29度、暑いね。酒井さんのデカミちゃんやばかったよね、びっくりした。そうで、なんかいろいろしてきました今日は。何した今日ちょあんまりいろいろしたとか言って覚えてなくて気まずい。なんかもうね、なんかすごい、あ、今日は X の投稿をなんか考えなくていいんだと思った。なんかすごい、まあなんか付き物が取れたかのような感じがする。めっちゃ、なんて言ったらいいのか、日本語合ってるこれ。なんかもうね、すごい、なんだろう、すごいなんか楽になりましたわ。でも番組が終わっちゃったのはすごい悲しいです。楽しかったので、でまたどこかでねお会いできたらって感じですね。酒井さんとかね、橋田さんも、クロちゃんさんも、デカミちゃんさんも、その番組の方もね、またお会いできたら嬉しいです。お約束、お約束のやつねそうなんだよ。あと6日って表示されてるアーカイブありがとう。そうだね、そうだから、なんか一旦ねそれがちょっと解放された感がすごくて嬉しい。嬉しいもおかしいけど、そうなんよね。こんばんは。そう、好きなこと好きな時に投稿しようかなって思います。私はそんなことよりブログを書かなきゃいけないんですよ、やばい。あね、それもいろいろあるので頑張ります。で、あと、え、今日木曜日、金土日、3日後とかにはねもうあの7周年ツアーの神戸の前座をやらせていただくので、それもね頑張ります。頑張りたいと思います。今日もいろいろあるので本当に頑張りたいと思います。そう、客何投稿かぐらいバズレの投稿があって、そうそう、なのでそう、ツアー初日にね出させていただけるのすごく嬉しいので楽しみにしてます。楽しみにしてますよ、私はとても。まあね、ちょっといろいろね語りたいところはあると思うんですけど、あんまり時間がないのでね今日はね、ごめんなさい。また明日の配信で喋ろうかなと思う。明日はちょっと長めにできたらいいなって思う。高松愛ちゃんさんありがとう。誰も、そう、あとユータリアズと金縛りの MV のその監督があの AD さんに決まったんですよ。あの髪前髪重め AD さんに、そう、あさきさんありがとう。そう、なんかイケビさんピカピカありがとう。でもあの AD さんは結構ずっと番組に関わってくれてて、いつもお世話になってる方なので、そう だからまた監督をしてくださるってことはまたお会いできるのかなって思ってね、すごくあれですね、再会って感じ、再会の次回って感じ。であとここで絶対今言うことじゃない、もう絶対今言うことじゃないことを今言ってもいい、宣言して今絶対今言うことじゃないことを発表させてくださいちょっと卒業発表みたいな感じ出してるけど全然違います。マックさんお疲れありがとう。絶対今こんなこと発表することじゃないんですけど、仮想力出まーす、ピース。これ なんか急に言っちゃった、なんかおかしいよね急に、タイミングミスって感じなんですけど、
歌唱力出ます、それを言いたかったです。いつ言おうかなって思ってなんか今言ってみました。どういうタイミングって感じなんですけど、ちょっと今のタイミングじゃないんですけど頑張ります。やっぱなんか自分からこう挑戦できることってあんまりないから、そのチャンスを、チャンスというかあるならやろうかなって思って頑張ります。ウエスト V さんピカピカありがとう。ナブラウイさんハートありがとう。いや前を発表してないから今日初発表。マックさん結婚して契約違反できません、ありがとう。そうなのでいろいろ頑張りたいと思います。そうマッチさんフェンライズありがとう、頑張ります。そうね、なんかこの12月の後半ぐらいから番組始まって、 ST48 の1億人バズれんの番組が始まって今日までねたくさん投稿しましたが、毎日ねもう見てくれてコメントしてくれたりとかリポストとか本当にありがとうございました。皆様ありがとう、みんな本当になんかもう全然なんかそうファンの方の X とかでなんかすごいなんかあ自分のせいだみたいなのとか全然思わないでください。キャンパーさんピカピカありがとう。そんなね全然そんなこと一ミリもないし、でもなんだかんだねこれはね何年か後ぐらいにねなんかうわ懐かしいってなるやつなんですよ。そうそう、なのでまた書いちゃった、いや書いても全然大丈夫なんですけど、そんな思わないでねって思ってます。みんな全然そんなこと思わないでください。北沢ね、舞台にね出られるとかもって思ったらね頑張りたいと思います。そうなんかこの詳しいこととかも明日話そうかなって思ってますよ。そうだね、なんか私ちょっと気まずかったことがあって、今日のその生放送の発表でなんか5位は北沢ちゃんみたいな時になんか結構神妙な雰囲気だったね、イエイイエイみたいな、やったみたいな言っちゃって気まずかった。そう、そういう雰囲気じゃなかった、気まずーって思って。そう、アイさんありがとうね、いろいろとなんかなんだろう、 STO かのインタビューでなんかどんな人になりたいですかみたいなインタビューがあって、選んでもらえる人になるみたいな、あそれは違うわ、結果を出せる人になるかって書いたんですよ。山田さんレインボースターありがとう。だからちょっと申し訳ないんですけれども頑張ります。そうなんか全然でもなんかすごい大丈夫です。コーンポタージュ、あれは私はね個人的にいちご狩りやってって言ったら無理って言われた。いやお疲れ様、お疲れ様、みんなも今日木曜日ね頑張って頑張りましょう。なんか全然なんかごめんなさいって感じですね。ゆいにゃん元気、元気だよ全然、放心状態、放心しないでみんな。なんかわかんない、今は多分もうハイになってるから、気持ちが自分の結構いろいろやってたから。そう、豊中姉さんピカピカありがとう。私今ハイになってるから結構ピースピースって感じなんですけど、ちょっとまあ明日の配信ちょっと長めにね撮っていきたいと思うので、もうそんなこと言わないで、違うなんかもう嫌だ、そういうのこと言わなくていいんだよコメントで、やめなそういうこと言うの。お疲れ様。そう、月物撮れたんですよ僕もいやでも全然誰も一人も不仲ではなってないから大丈夫。ありがとう。やっこ頑張ってください、頑張ります。見に来てくれたの？ありがとう。ありがとうございます。休んでね、ごめんなさい。千賀さん、ありがとう。まあね、北沢はいろいろとこれからもやることがたくさんありますから、頑張りますね。ありがとう。なんか、その、なんかね、悔しいからとか、
なんか悔しくないって言ったらさすがに嘘だけど、悔しいからとかじゃなくて、なんかもうみんなのねコメントが優しいから、ちょっと涙うるうるですよお疲れ。そうみんな仲良しだからそう応援ありがとう、頑張ります。前髪キモすぎるな、ちょっとでも今日髪がボサボサでもう時間が経ってるからありがとう寝ます。なんか全然すごいもうなんかうーみたいな感じではないので安心してくださいみんな。まあね難しい企画だったとは思うけど、それでも見てくれたみんなありがとうって感じありがとうありがとう、お疲れ様でした。ありがとう。なんか前髪も何もなんかこれ何全部何私の髪型ともうそれ全てキモいわ。どうしよう。そうとても楽しい番組でした。めっちゃ楽しくてまたやりたいですね。モツさんありがとう。シンゴくんありがとう。いろいろとね。あのみんないろいろとあると思いますが、ちょっともう今日は時間がないからね。一旦。今日はこんな感じ。髪型かわ。キューさんお疲れ。サンテナ長さん風呂敷ありがとう。秋人さん。秋人さん。なんかちょっと秋人さん。秋人さんとまた共演できるのできたらいいなって思ってるので。楽しかった本当。マックさんお疲れありがとう。いやもうひーちゃんのレッドコースターの映像見てさ、私も泣きそうになっちゃった。あれもう本当にさあの映像がひどいよね。こんな映像を見るだけで本当に具合悪くない。おやすみ。お疲れありがとうみんな。またそう番組が終わっちゃったの寂しいよね。わかる、悲しいですよ。私もゆっくりしようと思います。ちょお腹空いててね、ご飯食べるの今からうん面白かった。広島大阪をお話し会ですか。ご飯食べるよ。ちょっとねいろいろあると思うんですけど、みんなも思うことがあると思うし、私も思うことありますが、ハッピーチャンネルとして生きていきましょう。おオンライン撮ってる、嬉しい、ありがとう。さあなお話し会待ってます。なんか完売してちゃんと結果を残せる人間になりたいので頑張ります。みんなと話すのも楽しみだし、いろいろね埋めてください。私と話す予定を入れてください。みんなチャーハン違うよ、サラダとか言う、もう違う、なんかダイエットとかじゃなくて普通にサラダが食べたかったとかいうまさかの発言。ナリさんありがとう。ありがとう、こちらこそ。じゃごめん今日はランキング読まなくてもいいかな、ごめんね、えらいありがとう。そうそうなんよね、ありがとうねって。そうまた見に行っちゃおうって思って嬉しい、応援してるってお伝えください、頑張ってくださいって、まあ、コメントもしたんだけど、すごいねもう頑張ってって思ってますって言っといてください。うん、了解。おやすみおやすみ、また明日。おやすみありがとう、またね、バイバイ、おやすみ。